この度は近江連合さんにご迷惑をかけてしまい申し訳ない。申し訳ない？何のんきなこと言うとるんや。相変わらずぬるいの、寺田藩は。こっちはあんたらの内輪もめのせいで、三次団体とはいえ幹部一人殺されとるんやで。どない責任取るつもりや。答えようによっては関東と関西の大戦争になるかもしれませんの。まあ待て、今日は喧嘩売るためにこの場を設けたわけやない。すみませんな、うちのもんが。いえ。せやけど戦国たちが言うとることも一理あります。このままお咎めなしで穏便になんてことになったら、うちの連中に示しがつかん。私も戦争は望んではない。どう落とし前をつけていただくか。それなんやが、今回は飯淵の件があったとはいえ、結果的にうちの部下が起こしたことを、責任は親のわしにある。ほう、どう責任を取ろうつもりですか。真島組解散でどうや。なんやと。真島組言うたら東条会で現状一番幅利かせとる組やないけ。そないな組を解散って勢いだけで何言うとるんや。わしが解散言うたら解散なんじゃボケ。真島組は解散、わしを含め組員は全員東条会から足洗う。今回は誠に申し訳ない。それで納めてもらえんやろか。戦争勃発の大チャンスやったのに、あの真島とかいう男にしてやられたの。そんなに戦争がしたいならあの場で噛みつけばよかっただろう。あんだけ潔い姿勢見せられたら噛みつく方が野暮ってもんや。まあいずれにせよ東条会とは近いうちに戦争することになるやろからな。その時までお楽しみは取っておくとするかぬ。戦争ね。そもそも今回の飯淵ってやつもあんたらのどっちかが仕組んだんじゃないですか。その言葉そっくりあんたに返させてもらうわ。ふん。真島五郎、大した男や。